皆さんこんにちは、三上優愛です。今日はですね、じゃーん、ペヤング焼きそば極激辛カレー、こちらを食べていきたいと思います。実は私これの極激辛が出た時に YouTube で食べたんですよ。この極激辛カレーが出た時にあの時を思い出して、最初コンビニで見た時に素通りをしたんですけども、YouTuber といえばこのペヤング、挑戦しなくてはならないのではないかと思って買ってみました。でもね、前回の苦しみを思い出すと、一人ではやっぱ心細いなと思って仲間が必要だと思ったんですよ。なので今回はマネージャーさんの方にエジプトになってもらって、一緒に辛さを味わってもらおうかなというふうに思っております。では早速作っていきたいと思います。ではこちらを開けていきたいと思います。泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の何これ、あ、ちなみにね、エネルギー528カロリーです。こちらのカヤックと、こちらが極激辛カレーソース、カヤック投入します。ちなみに今お腹空いてる？全然空いてない。空いてないやん。あ、そう。空いてる？これすっげえ空いてる。あ、じゃあその時点でさ、ちょっと違うんじゃない？お腹空いてるんだったら結構食べれるかもしれない。確かに、もう美味しくいただきたいっていう気持ちでいるもんね。では熱湯を注いでいきたいと思います。ではこちらの極激辛カレーソースを入れていきたいと思います。赤カレーの色ではないよね、明らかに。あ、ちょっと待って、刺激なんか刺激臭してくる。うわー、これでもさ、普通に赤いしさ、なんか全然カレー要素ないんだけど、ちょっと同時タイミングで食べよう。せーの、いただきます。パサパサになってきてる気がして、やばい。いただきまーす。ん？待って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 。あっ、あっ、これは辛い。思い出したー。やばいやばいやばい、痛い。ちょっと俺口内できてるのよ、下に。痛い痛い痛い。待って、これね、早く食べないと。やばい、一気に汗。そうなの、全毛穴から汗出てるの分かる。なんでなんで、あのさ、これなんで、これはもう胃が痛い。でも、ああ黙ってらんない。ああ、カレーの要素ある。待って、コーラ逆効果じゃない？コーラ飲んだらより辛くなった。本当に涙が、俺こんな痛い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 。ごめん。何に、ちょっとマヨネーズ投入します。どこ行くの？帰れない。牛乳飲んでる時だけいい。帰りに行きます。うん、あっ、勇気出ないね。もう勢いでいくわ。いや、もうあとちょっと。うわっ、早いじゃん。いつの間にそんな食べてたの？辛み？あ、完食完食。ああああ、これでいい。これキャベツが天使に見える。食べてみたら天使のキャベツ、甘い。おいしい。勘弁して、これでわかる。口の息を早く出したい。この止まってるのも熱い。痛い痛いだよね。今涙出てくる。つらい、痛い、もうやだ。ちょっとずつちょっとずつ落ち着いてきてる気がする。いやあったかい。どうやったか。あのね、飲めば飲むほど辛いんだよ。気づいた。何も飲まずにこの痛みとひたすら戦う。逃げちゃダメだ。そう。逃げちゃダメなんだ。そう。このでも痛い。そう、それで飲むでしょ。そしたらまた痛くなる。それを一回乗り越えるの。そしたら無になって。痛みと耐え続ける。そしたらちょっとずつちょっとずつ落ち着いてくるから。でもこんなつらがってるカフェミンもあんまり見ないよね。いつもポーカーフェイスじゃん結構やられてんね。ちなみにどっちの辛い？いやマジ一緒。ペヤングさんの辛いすごいの作るね、ほんと。はい、今日はペヤングのごと激辛カレーをマネージャーさんも一緒に食べていただきました。巻き添えありがとうございました。ありがとうございました。まあいい経験にはなったんじゃないですか。はい、僕今も辛くてこういう声喋り方になっております。結構辛いでしょ。はい、でもマジでだってもう目赤いもん。食べる人には言うけど飲めば飲むほど辛いから。だからその一回乗り越えるの、その痛みを。そしたらどん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 和らいでいくから。今私だってもうほぼ痛くない。ちょっとピリピリみたいな。まあそうですね、その教祖様が言うように教祖様そうなのかもしれないんですけども、この痛み耐えられず涙。まあだから痛みにはやっぱ女子の方が強いってことじゃないですか。結果的に言うといろんなことを乗り越えますから、女子は。女性の素晴らしさ、強さ知ることができました。ペヤングを通して、はいそんな素晴らしい食べ物だったんだこれ。はい、そんな感じで、まあ皆さんこれから食べる方とかいるのかわからないですけど、これ 見た上で食べようって思う人は結構なド M かなって思うんですけど、まあそういう方は気をつけて食べてみてください。はい、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとお見苦しい姿失礼しました。バイバイ。最後は笑顔でバイバイ。